ャレンジ4回目イプシロンに入りたければ後ろに真上以外から入る、もしくはイプシロンの真上に入れる別の空間を用意する。イプシロン自体はこれ なんかこれ色違うんですか？ちょっとなんかさ色見づらいんですけど、ブラインドモードないのか。ちょっとね、このなんか色の濃さの違いぐらいでやってきてるのにすごい自分にとってはきつい。僕別になんかそんなめちゃくちゃ色見づらいってわけじゃないんだけど、一応色毛持ちではあるから区別つきづらいのかな。なんかね、この二つとなんか濃さの違いが若干あるだけで、だからこれが本物でこれがそれに対する今名前出てこなくなった。なんだっけ。フェイクじゃなくて、コロニーじゃなくて、なんだっけ、コピーじゃなくて、クローンか。クローン。これとこれがクローンだよね。で、これとこれがクローンで合ってるよね。なんかこっちがちょっと緑がかってて、こっちは茶色だよね。赤緑がね、マジで見づらいらしいっすよね。で、こうすると、ここは入れて、それはこっち。で、こっちで作ろうとしたら、ああ、でもこれあれか、さっきと同じじゃない？ここだけで完結するんじゃなくて、こいつも一回交えればここから入った時に、どうなるか分かんなくなるんじゃないの？だからお互いにというか、これは入れらんないから、これとこれがペアだから、あえてこっちにこれを入れて、そしてこれ、今例えばダイブすると別にだな。それはなんでかっていうと、ここに来るだけ。で、これが緑側が無限ループ入っちゃうと、これ分からりませんよ、こんなの。なんでや。だってさ、イプシロンって、終着点が無限に決まらないっていうルールだよね。だけど、今回のこのケースって、無限に、なんか音響いてない？無限に、無限に振動してるっていうような概念でもあるのかな。終着点は無限に小さくなってどっちかわかんないんだけど、入り口だけはどっちかは分かってんだよね。茶色か緑か。そうなった時に、茶色から入ったら茶色のイプシロンに出るよね。これはなぜかというと、イプシロンはあくまで初期状態に依存した終着点のことを指しているという概念というか定義だったからなのか。まあ難しいことではない。パズル的には難しいことではない。考えないといけないことは明確だから。これも3回入ればよくて、下から上に向かって入ってくればいいんだね。で、3色それぞれを色を変えればよいんだけど、青と青が入り口出口なので、まあどっちでもいいよね。本体。どっちでもいいよね。本体に入れておくか。本体に、これ入れて、で、これ入れて、そして、これ入れて、これ入れたら、あ、違う。入り口で決めるんだから、入り口が今何になってる？これ青の入り口になっちゃってるよね。入り口を3種類持ってないといけない。あれでもな、緑色は入れないと入れないでまた無限に入らないからな。これ困ったな。3種類の入り口を作らないといけないんだけど、
3種類全部使いはないと無限にはならない。あれ、なんかおかしいなそれ。ちょっと待って、え、これ青じゃなくてなんで緑いったの、なんで緑いってんの、わからん。これいきなり完成させるのがおかしいのかな。青のループだけめんどくさいわけですよ。これ一人では完結しないから。だから、青のループには青じゃない色を混ぜたい。フェイクの方に別の色を混ぜれば、そこに本体を混ざったことになってて、本当はこの後にここに緑入れても、これ多分緑のループでしょ。これは緑なんよね。青のループを作りたければどうすればいいんだ。青のループを作りたければ、間接的に作るしかないよね。青を他の色は食ってないといけないんだよね。こうだね。こうするとちょっとわかんないですけど、こうすると3つループができるわけなんですけど、今どうやって作りました、私。動画を見返してみてください。と、無限ループが作れていたことでしょう。わあ、こういう植物はおるよな。ゴールするためにここに何か乗っけてゴール。このパーツはまあ動かそうって感じじゃないから、取り出してここに置ければクリアというふうに見えるべきではある。じゃあ、青い物体を取り出すというのはどういうことだ？この空間。どっから入ってもイプシロン？という空、あ、イプシロンの空間を破裂させればいいとか？イプシロンの空間に入れたものを飛び出させれば、でもこの空間にイプシロンないんだよな。この空間上にイプシロンがない場合は別にそんなことしたって意味ないじゃんね。出られないんだから、だからイプシロン送りにするのはなんか間違いというか、イプシロン送りしてももうイプシロンがそれ以上食えないよみたいなことになってたら成功なのかな。そんなことある？こうすると一つ送られてるんだよね。そうか。もったいない使い方しかしできないな。こうすると、これイプシロンに横に3列入ってるから、次横にイプシロン送っても今送り出したものは普通に入って元々あったものが抜け出したって感じだよね。では何をしたいのだろう。これを、ま、こっから持ってきゃこうなのよ。なんかこう吐き出したりしねえのかな。普通に食えるだけ。
イプシロンの中にこいつがいたとしたら、イプシロンの中からここ経由で飛び、いやこれは出口じゃないもんね。これのさ、実体ってどこにあんの？ないのか？わからんな。これの実体はどっかにあるんですかね。これそのものが、これそのものが実体と言われてもな、どっか一つのはずでしょ。これ色の違いはないと思うんですよね。イプシロンの中が、いやイプシロンの中がでやっててもダメじゃねって感じなんだよな。エプシロンの外側に取り出し飛び出しちゃったものがダメだから、1、2、3、今3個入った。その3個に関してはもう飛び出すから、それ以降入れたものは内側に保管されるかもしれない。何がしたいのか分からなくなっちゃった。この空間からこれに対して何か入れられるのかって話をしたかったんだよな。これ、関係ないかも。イプシロンを使ってもさ、やっぱイプシロンの空間から宇宙にと、俺なんか今変なことやってんじゃん。それ何？それ何やってんの？これを押すと、こっから出てくる。だこういうのを現実で やってたとしたら、なんか突然飛び出してくるやつ出てくるじゃんと思ってんの。それ何が起きた？これ何？え？押す。吸い込まれて右から出てくる。でもイプシロンの世界だな、やっぱり。現実世界に飛び出してくるには、なくない？現実世界に飛び出すことなくない？で、この空間のものってさ、別に、これが食ったからって言って、こいつらから、食べ残しがこう飛び出すわけではないわけだから、この子たちからニュルってこう出てくるのを自分はずっと期待してるんだけど、どうもそんなことはできそうにないよねと。ってことは諦めようってことですよ。ここなんか一生と元気がする。イプシロンの4。
1,2,3,4 それぞれで何かしてゴール条件が分からん。ああ4にたどり着けばいい。 1,2,3,4 の順番でいくか。これに入、これは戻ってくるためのようで、入るためには真ん中はどこだ、ここか。まず1、こうすれば2に行けて、なんだこれ、するとまた1に戻っちゃうんだよね。だけど1のここにこれ置ければいいから、1のそこに置いたら、2かっ飛ばして3に行って、で3に行ったら今度はどまた上なのかな、また上、これなんであるんだろう。1に関してはこの入ってよくて、1にこれを持っていく。で次に2で上に1個2個置かないといけないから、ここに置けるものがこの2つで、そして入ってこれを上にまた持っていくと、2のレイヤーも突破して3に突入する。3を通過した理由は3はもう置いてあるからだ。なるほど、だから4に行ける。これは簡単、これは概念だから。2と無限、無限に行ったらゴール、そして無限に行くための準備のなんかが必要なんだろうけど、上のこの3つはこれ本体ありますか、またわかんないんだけど、色だけだと。お、上は、いや、ただのブロックでした。一マスだとそこわかんないのか、せっかくグリッド表示してるのに。これ最低でも 3×3 はないと区別つかんな。エンプティー箱と通常箱、通常箱をさ、もうちょっと立体的に表示するとかできたらよかったのにね。なんでこんなべったし平面なんだろう。この外枠が若干黒いぐらいでしか見分けつかないんだよね。で、イプシロンはこれ、イプシロンの空間、どうすりゃいいんだ、何すりゃいいんだ。だから自分に自分が入って無限ループだったっけ、これをすると無限ループ入るんだよね。なんでや、そっちだっけ。んと、ここに物を置かんといかんのでしょ。ここってダブルイプシロンの上と下に入れてから右から出てきて左に行って抜け出してくるみたいな感じだよね、多分。ダブルイプシロンするためにはイプシロンすらイプシロンしてないといけないから、イプシロンの空間になんか持ってきたいんだろうけど、イプシロンの空間にこれを持っていくんだと思うんだよな。そうすると次に入るとダブルイプシロンになるから、あ、待って、イプシロンの空間にまずブロックを持っていかないといけないのか。上と下用、
イプシロンが動いちゃうんだけどな。でもこれで、これを入れることでダブルイプシロン、この状態でこのイプシロンにものを入れられれば、あれ？ダブルイプシロンいかない。ちょっと今やべえ図が見えた。なんだこれ。イプシロン？あれ？ちょっとごめんなさい、わかんないですそれ。あれ、どうすればいいんだ。だって一マスの時のイプシロンの挙動がわかんないんだよな。本体とフェイクを重ね合わせた、で多分どの方向から入ってもイプシロンにはいけると思ってて、なんでやねん、なんでそっち行くの。ちょっと待って、え、こっからそっちに行くとイプシロンだけど、こっから下に行くと、なんで？え、なんで右と下でイプシロンの発生条件が違うの？なんで？右に向かって入るとこれ左から右を押したことに影響が、いや、だとしたら上から下に行った時にイプシロンにならない方が正しくないか。あ、でもともかくなんでやねん。この空間になんかやってるからなのか。ちょっと待って、この空間に対して下に対してのみは今移動が制限がかかってたから、そうだそうだ、移動制限がないとダブルイプシロンにならないんだ。それだよな。だからダブイプするにはイプシロン側に箱を持ってくるべきではなくて、ダブイプ側だからここでやった方が良かったんかね。じゃあ全方向になんかできるから、これでイプでしょ、これでイプ、イプでイプにイプができたから、イプこいつをまた向きを固定してダブイプ、これダブイプできてるか、できてないじゃん、なんでや。ん？左から右に入るのを、あ、そっか、あ、そっか、あの子に、え？あの子にもこれ食わせないとダメなんだよね。こうするとダブイプ、こうするとあいつが固まってればダブイプで、よいよいよいよ。で、ダブイプになるのであれば、こっからそこに黄色を入れていくんだけど、問題は上と下に入れないといけないから、ダブイプを一旦移動制限できる物体が欲しくて、マジでわかんないけど、ダブイプの準備が外れちゃった。ダブ、今イプが空。で、イプの素材がこっち来ちゃった。大丈夫かな？そうなっちゃうな。もう一回もう一回。イプ。でイプに送るもの、送る。でイプを上を止めとけば、上の移動を止めとけば、イプに対して
役ダブイプ、ダブイプを作り、ダブイプから送ることで、ダブイプに、箱が送れるから、まず一つでしょ。で、同じようにイプの下を止めて、下に送ればダブイプの下に送れる。で、ダブイプを置く。あとは無限に入れば良いから、無限の作り方は自分、あれ？自分への作り方は？無限の作り方は？その辺のなんかだと多分その辺のなんかなんだぞ。無限の作り方は。これはでただあれでしょ。本体に無限はフェイクのクローンの中に実体を入れて、そこに自分が入る。まあクリアはできたが意味はわかりません。無限の4、無限の4が作れればクリア。4箇所置かないといけない。不思議な話をしてるね。話をしているとしか言えないよな、それは。全員が同じ端を向いてないといけなくて、だからこれはできるはずがないんだよ。これが何あれ？ファースト無限。待って、これがなんでファースト無限できてんだ？いや、それできるよね。じゃ、本体にこれが入ることで、ここから出るとファースト無限、無限。これ今、左はどうなってるかというと、左に行くと、こっから普通に出るだけだよね。うん。だから、最終的に、大無限から出るためには、これと、これはこっちなんじゃないのって思うけどね。1と2がこっちにあっていいわけがないよな。そうだよね。ファースト無限で出てくるだけ。状況を説明してくれ。自分の隣に無限がいる。からこう見えてるだけで、そんな難しいことではない。うわ、これがちょっと待てよ。これが出ない理由がわかんないのはなぜだ。これが飛び出さない理由は実体これでしょ。実体の左側がなんで埋められてるのかというと、これの左側を埋めてるものは何だ？ここの壁は何の壁だ？どの壁だ？ん？ファースト、セカンド、いや、無限は別に関係ないよね、これ。あ、反転じゃん、君。ああ、理解、反転じゃん。反転じゃん。だから、1、3を反転に入れればいいだけじゃん。1、3でいいのか？逆じゃない？最後に、3と、
と1はこっちで、0と2が逆だから、0、2を逆に入れたいから、2が反転した、0が反転する。この状態で、反転組は向こう、本物はこっちで、置けば一気に、レベル4までぶっ飛ぶのではないか。なんでや。逆だからか。逆だからこっちから入るのか。ちょっと待って。狂ってるな。なんだ。1が今反転してるが、ここから左に出ると、1は反転してるので、こっから出てることになる。じゃあ、で、こいつは反転しない方がいい。こいつは反転しない方がいい。で、この時に自分は左に入る。そうすると、こいつに入る。こい、2と3を両方とも逆にするだけでいいのかもしれないな。これ、なんかよくうまくいくいかないがわからん。お、また壁出てきたよ。3が入ったら半、ちょ、もう一回な。1はそのまま、0そのままで、1と3を反転かけて、0、1、2、3。3。これ、1個ずつやろ、1個ずつ。まずこっから入ると、2に出る。合ってる。こうなってると、3のそっちに出る。合ってる。3のそっちに出る。合ってる。なのに。わかった。これ4の壁が右にあるって言ってんだ。4自体は反転してるから、1と2を反転させて右から出ていけってこと？最後が反転になってることに気づかなかった。ですですです。この状態だと狂ってんのか。1はだって反転なんだからこっちから入んないといけない。なん狂ってんのか。あれ、レイヤー1は反転しててもしなくても、ちょっと待って、レイヤー1が反転してる場合にうまくいくパターンって存在するのかどうか。めちゃめちゃキモい動きしてるな。なんだこれ。いや、レイヤー1反転、うまくいくパターンないのかな。レイヤー1左ダメ。右ダメ。だレイヤー1はそのまま。レイヤー1はそのままで、左に置くか右に置くかは選べる。右に置いた場合、こっから出ると無限1。無限1で無限2。無限2がもう置けないから、無限2と3を反、3が反転するがどうもさっきからうまくいかないんだよな。2が反転する。3が来る。あ、出る。じゃあこれは成功のパターンだわ。1、2がそっちで、0、1がこっちで、2、3が反転。でもこれがなんでうまくいってる？理屈で考えられるか？わかんないぞ。わかんないぞ。わかんないぞ。まあいいや。
1,2,3 ゴールは？何？3回ここで入り、でこの空間はここに出てきて、ここに出てくるとメインのここに戻れる。この空間に入るためには、この空間に入るためには、この空間とあれを合わせないといけないから、無限1でこうするとここ入れて、こっちから入って、あで反転があるからか、反転してる物体はなんだ、3だけ、3に入るとあ1がもう閉まってるからダメだ。これ3に入んないといけないんだけど、一回使っちゃった無限をもう一回戻してこないといけないわねってなったのね。3をいきなり入れる前に1を取り出さないといけない。これ無限1を取り出す、無限1の、無限1の右側から出てくるってできないよね。最初に無限意志じゃないっていうこと？じゃあ一番難しいのは3だけど、最初は反転は行きたくないから、あと無限2なんだよね。2あいる、次に3に行きたいんで、無限3に1回入ったら反転して出てくれるんだもんね。3に入って反転したパーツを準備しとくのが必要なんだよ最初。3をこれで、そうだよな、そうやって反転できるんだよなってことなんだよな。2が反転したのはなぜ、反転した位置から出てきてるから、もうわかんねえ、わかんねえ、もうわかんねえ。じゃあ、誰だ？どれがいい？多分、交互に、むしろ3は戻っててほしい気がするのかな？ 3、2、1、ノーマルっていう順番で行ったり来たりを繰り返したいんだと思うんですよね。3をノーマルにしたいというか、3をノーマルにしたい。4に持ってかれた。3を入れ替える方ってあるのか？ 3をノーマルに戻す。3を別のものに。ああ、これが裏返れば、これの中に3を入れれば、確かに裏返るが、
でもそれをするとこれが一番下に来ちゃうから、それ以降の行為成り立たんよな。こう入れたいんだけどね。3が1から飛び出した、そうすると反転の反転でノーマルで、2を反転させたいから2が反転した、で1はそのままで、これだとどうなる？一応交互になってはいるはず。次に2は反転してるので、これを押し出せて、そして次は1はノーマルなので、また押し込みに行けて、最後に本体は反転なので、これを入れに行けてゴールですね。よくできてるね。やってることは最終的にはパズルなんだけど、仕組みが無限っていうのが渋いな。ちょっと40分超えたけど残り2つだけだから見てみよう。ダメなら諦めるし。無限の5、無限プラス私そのものになってるな。無限の 1,2,3,4,5 があって、全て実体を持てると言ってる。全てのキャラが実体を持つので、実体を持ったキャラが飛び出してしまえば、それはもうこれ反転はないから、5を飛び出そうとしたら4が0,1,2,3 が揃った状態で4が飛び出すってことになるんだけど、0と1と2と3の抜け殻をあそこに置いていかないといけないということになっておりまして、まず0、まず0だよ、まず0はもう固定なんだから、まず0になって、0はここから上に行くんだけど、行った先だから無限の上に誰か拾ってくれる人がいればいいかな。そうすると0はそこで行きたい。で次に1が死んでほしいから2の上になんかいて、なんで3ってキャラじゃないのか、3はキャラじゃない、そんなこと言われても。じゃあこの後どうすればいいんだ。次は、次困ったな。いや次3だから2がキャラで、ちょ ここまではいいのだが、最後だよ。普通に3をこっちに入れればいいのか。こっちでいいんだ。ここだ。で、4が行く。OK だ。拡大しない。目的がない。ここ出ないといけないのか。出ないといけない。いや、ちょっと待って。見えんで。ループしてないわけだよね、その物体は。
青色をも右にずらして、青色を緑の中に入れて、青色の上から出てこないといけないから、あれそこで青入れないのか、こっから入れた。で下、こうしたら上から下入って青を出してきて、こうすればここ出られる。嘘、何？ちょっと待って、これひどいな。ここが2つ、あった。この箱は、この箱どうやって拾えばいいんだ？この箱を拾える、この箱を拾えるものある？この青いパーツ取れないでしょ？これダメでしょ？この子下に下げたらダメでしょ？青いのもなんか押しちゃったのかな。いやそんなこと、いやなんだその空間なんだ、いやその空間はこの空間なんだけど、あ青いの押しちゃってた、こうでいいじゃん。よかったね。一通り見ました。ギリ合格点ぐらいじゃない残りはまた、別のパートで解くことにしましょう。ただ、今後はアペンディックス行きたいですよね。まだ見てないものをやっぱり見たいからアペンディックス行く。で、それが終わってってったら、まあもうここに戻ってこようかなという感じでやります。お疲れ様でした。難しかったね。いやでも難しかったけど歯応えはあって面白かった。特に後半の方はのあの無限とかイプシロンとかのムルタイのところは僕はかなり好きだから、だいたいやれたかなって感じ。逆に前半が結構厳しかったよな。いやこれが残ってたのは嬉しかったわ。これ普通に考えるとどういう難しさになるの？まず石の運搬みたいなことができないし、石を入れることができない。で、スタート直後に、こうすれば、持ってこれるけど、黄色い石をこの空間に持ってくることはただ運ぶだけではできないから、この子に入れてこの子から出すってことをやらないといけないんだけど、この物体自体がこの空間から出てくるときにはこの上来て左来てだから下に入れないといけないよねってことになるのね。で、この物体の下に入れたいんだけど、
となった時に、こうしちゃうとこの物体が下に来るからダメで、この物体こいつよりもこいつが上にいるよねっていう状態は初期配置では作れなさそう。だから一旦黄色を食べて、一旦こうなった後にだけど、黄色を食べるということはこの子はまたここの縦のラインでしか動けなくなっちゃうから、黄色を食べて、でも黄色ここで戻すができれば、これができれば、いや、いいんじゃない？これこっち来れるから、黄色の上に青があるっていう状態ができるので、こうできて、あとはできるよね。あ、じゃあそんな難しくそんな難しいものではないですね、このステージ。全然、理屈で考えれば解けるわ。青の下に黄色がいるっていう状態を、いかに作るかというのが、ここのでできる方法が今の方法しか多分ないだろう。はい。ということで、次回アペンディックスです。お疲れ様でした。